皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、理美容室と自動車整備業の関係とはというテーマでお届けいたします。今から 4,5 年前のことになりますけども、私はですね、戦略構築セミナーなるものを頻繁に行っていた時期がありました。およそ2年間でですね、50回から60回のセミナーをやったと記憶しています。当時、私のセミナーコンテンツの中でですね、一番人気があったのがこのセミナーです。なぜ人気があったのかっていうのをちょっと分析してみるとですね、時代がまず過渡期であったということがあります。今までの経営手法がですね、うまくいかなくなって、多くの中小企業の経営者はですね、戦略というものを意識し始めたっていうのがちょうどこの頃ではないでしょうか。それまでは声を大にして戦略とかってね、言わなくても、なんとかですね、高度成長期とかバブル期の余力で経営できたというね、そんな中小企業も多いんだと思います。しかし、リーマンショックを境に事態は一変するわけです。今までの経営手法では大企業でもなんと存続が危ういんではないかということをですね、目の当たりにするんですね。リーマンショック後わずか3ヶ月で大手自動車メーカーがですね、このままでは会社が持たないと言い出しました。大企業だから潰れない。まあそんな神話がですね、ガタガタガタと音を立てて崩れ落ちてきたっていうのがね、目に見えて分かったっていうのが本音じゃないでしょうか。このようなこともあって戦略がクローズアップされてきたということです。私が行うですね、戦略構築セミナーの特徴はですね、とにかく多くの事例を紹介していきます。10個とか20個ではありません。100個近くの事例を紹介します。いわばですね、戦略事例の多さを売りにしたセミナーだったんですけども、ただ闇雲に紹介するんではなくて、24個のですね、戦略パターンに分類してですね、わかりやすいように紹介はしていました。さて、本物の商売を目指すポイントです。その回あってかですね、参加者の方からは事例が豊富で面白い、そしてわかりやすいと多くのお褒めの言葉を頂戴いたしました。わずか3時間の間で100個もの事例を紹介するとですね、まあ自社に当てはまるものは必ずあります。その他にも自社と違う業界の事例をですね、取り入れて使うことも可能です。営業種から学ぶことはとても大切なことだと思います。その理由なんですけども、同じ業界のですね、成功事例に学んでも、情報の流通が早い時代ですので、成功事例は瞬く間に業界内を駆け巡っていきます。そしてその成功ノウハウは業界の定番となってですね、差別化の対象にはなりません。ですからですね、どうせですね、真似をする、取り入れるんであれば、同業種ではなくて異業種から学ぶことの方が大切だと思われます。そして重要なことがあります。異業種から学ぶことはですね、表面上の戦術とかテクニックだけではなくて、その考え方、元となる考え方ですね、そしてビジネスモデル、これですね、非常に大切なことです。例えばですね、理美容業界は自動車整備業界に学ぶことが可能です。理由はですね、どちらもリピート率の高いビジネスなんですが、それにあぐらをかいている企業とかお店が非常に多い、これも事実なんですね。理美容業界のお客様はですね、髪が伸びれば来店します。自動車整備業界はですね、車検が満了になればお客様は来店する。まあこんな具合になってるんですね。ですから、お客様とのコミュニケーションを怠っている店も非常に多い。そして、自動車業界とか理美容室業界っていうのは非常にライバルが多いっていうね、これも特徴なんですね。誰でも髪を切ります。そして地方にいればですね、自動車に乗らない人を探すのが大変ぐらい、まあ、そのぐらいですね、車の所有率も高いし、車屋さんも多いんですね。まあ、そんなことでライバルが非常に多いんです。まあこのように理美容室とですね、自動車整備工場は共通項が非常に多いので、とても参考になるのではないかなと。例えば、
自動車整備工場では車検満了日の3ヶ月ぐらい前になるとお客様へ車検の案内を送ります。早めに予約すれば早期予約特典などはね、まああります。で、1ヶ月前になっても予約が入らなければお客様に電話をかけて予約を促します。このように自動車整備工場ではですね、当たり前とも言えるやり方なんですけども、理美容業界でもこれは応用できるわけです。おおよそ60日サイクルで来店するお客様がいるとしましょう。前回の来店日から50日経過した頃、はがきを送ったり電話をかけて予約を促すということもできますし、早期予約特典をつけることも可能なわけですよね。また自動車業界では車検、12ヶ月点検、オイル交換、タイヤ交換、さらには ATF 交換、ワイパーゴムの交換などがお得にセットになったですね、メンテナンスパックと呼ばれるものが最近流行っています。これをですね、理美容室に応用するとどうなるか。例えば年間6回のカットと自宅用のシャンプーとトリートメント各6本をお得なセットにするということなども考えられます。同業種だけを参考にするのではなく、異業種こそ参考にしてほしいなと思っております。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、商いはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てると思いますので、こちらをクリックしてぜひ登録をお願いいたします。